まさか格闘訓練の相手がお前になるとはな、ミカサ。やりにくいったらないぜ。早く勃拳を構えて。もうみんな始めてる。おいおい、そう焦んな。俺が女相手に本気で、おお！立って、まだ私の番。よっしゃねえな。この間俺がエレンに絡んだことへの説教代わりってとこか？関係ない。二人の喧嘩はいつものことだから。その割には、随分とって痛い仕打ちじゃねえか。相手が本気なら、私も相応の対応をするだけ。俺が本気だと？ろくに点数にもならない対人格闘術に？少なくとも、以前よりはそう見え、だ！おぉ！そろそろ交代する。投げられまくりじゃ体が持たねえ。そうさせてもらうぜ。エレンをぶん投げる練習には、背格好の近いお前がうってつけだからな。そう。なら遠慮しないでかかってきて。だがいいのか？俺はエレンに一泡吹かせたくてやってるんだぜ。構わない。エレンは本気になったジャンとの再戦を望んでるから。どこまでもあいつのためね。まったく、容赦ねえな。じゃあまあ遠慮なく行かせてもらうぜ。どうぞ。ふらーっと。なんで投げないの？おらー、あーくそー、なんでだ。ミカサ、お前もしかしてエレンより重っ。おお！戦闘中におしゃべりはするものじゃない。うわっ、何すんだ、俺の番だろうが。実戦は順番とか関係ない。追い打ちだって当たり前。だからもう一回行く。おい待て、落ち着けミカサ。やめろ、やめ、どー！